コースはこのセグウェイに乗って行われます。およそ5キロのコースを1時間かけて走ります。このセグウェイ慣れてくると体の一部のようになって意外と快適です。セグウェイとは立ち乗り電動二輪車のことで、アクセルやブレーキの操作はなく、重心移動とハンドル操作のみで移動する乗り物です。電気で動くため、環境に優しく簡単に操作できるのが特徴です。日本では公道を走ることができないため、ツアーでは船の科学館をスタートして、潮風公園や青海南ふ頭公園を走ります。およそ5キロのコースからは、レインボーブリッジやコンテナ船を眺めることができます。大きな船で私たちの食卓に届くような物流の最大の拠点という機能を持つ東京港という魅力を発見していただければなと思います。このガイドツアーは来月15日と16日に開催される予定です。詳細は東京都のホームページをご覧ください。